日本手話、日本手話、日本手話、JSL、ジャパニーズサイン、ランゲージとは、手話の一つである。主に日本の老者によって使用されている。韓国手話、台湾手話、日本手話は単語において60%、諸説ありほど共通しているという報告もある。これが事実だとすれば、日本による、当時、日本統治時代の朝鮮、日本統治時代の台湾の影響であると、 考えらられれれているるここを支持する学者はこれらは同じ日本手話は言語学的に言えば、クレオール言語であり、美人言語である日本語対応手話とは区別される。日本語とは全く異なる文法をはじめとする言語の体系を持っている日本語対応手話は日本語に対応させて手話単語を並べるものであり、文法などは基本的には 音声言語、文字言語の日本語のそれと同様のものである。日本手話は手や指、腕を使う手指動作だけでなく、非手指動作と呼ばれる顔の部位、視線、眉、頬、口、舌、首の傾きぶり、顎の引き出しなどが重要な文法要素となっている。語順は素部型であるとされ、主部と術粒の一致がある。公文形態は、 フローズン公文と CL 公文に対別されそれぞれに特有の文法則がある。以前は音声言語、文字言語の日本語と異なる言語であることや、いわゆる音声言語でも文字言語でも、あるいは口頭言語でも初期言語でもないといったことを理由に、それらに対する言語学とは全く異なる形で研究されるべきであるという主張もあった。しかし実際には手話言語も、 言語学、現代の言語学的には、同様に、すなち、日本語と、例えば英語に、あるいは、音声言語と、文字言語の間に、共通点と相違点があるのと同様に、それらと、手話言語の間にも、共通点と相違点があるが、という意味で言語として扱えるものであり、同様の手法で研究され、場合によっては、用語や、概念の援用なども行われている。例えば、似ている。 手話表現同士は発音が似ていると捉えられる。こうした研究文や手法は手話の音韻学、音韻的分析などと表現される。手話の音素、音素イコール音の要素は主形、位置、動きである。日本手話の単語の成り立ちとして以下のようなものが知られている。構文形態はフローズン構文と CL 構文に対別され、それぞれに 特有の文法則があるとされる。しかし、以下では、いわゆる、日本語対応の手話と、日本手話の区別を明示するいくつかの特徴的、踏み乗りがまず説明されている。日本手話に限らず、世界の手話に共通する、文法要素として挙げられるのは、非種指標式、動作、非種指標式、動作イコール NMS、のんマニュアルシグナルズである。これには手や、指以外の動き、 つまり、表情や顎の動き、体の傾きなどが含まれる。以下は、日本手話の非主主動作に見られる、文法則の一部。平常文の際、文末で軽い、うなずきが現れる。です。だという意味となる。公ー疑問文、いわゆるイエスオアの疑問文のことの場合文末に、眉上げの表情がつき、そうなのと尋ねるような表情となる。ですかの意味。 下の画像及び説明はその例。かつ、かつという手話と、ほぼ同時に、うなずきの必修詞標識が現れる。勝ちます、現在形という意味となる。かつという手話は両手で、男という単語を作っておき、聞き側の、男を反対の、男にぶつけ、ぶつけられた方が倒れるという様子で示す。単語の成り立ちの語に基づく表現である、勝ちましたという過去形については口述の、 手話口形さん。注意。日本語多様の手話では手のひらを下に向け、押し下げるような動き。ですが、平序文のマーカーとして用いられているが、日本手話ではここで示す平序文の非修指導者、文末のうなきがそのマーカーとなる。ですの表現はむしろ、存在する、があるの意味で用いられる。勝ちますか勝つという手話と、ほぼ同時に、眉上げの非修指導者が現れる。勝ちますか という意味となる。注意。日本語多様の手話では手のひらを相手に突き出す。かを稲疑問文のマーカーとして用いているが、日本手話ではここで示すイエスノー疑問文の必修指導者、文末の眉上げがそのマーカーとなることに注意。かの表現はむしろ、敬語、あるいは敬意的表現の際に用いられる。WH 疑問文、WH 疑問文。 つまり質問に対して何らかの説明を求める疑問文の非趣旨動作はしばしば顎振りと呼ばれる顎または頭部の動きである。下の例のように名前という手話と共にこの顎振りが現れると名前は何という説明を求める疑問文となる。名前は名前という手話と共に顎振りが現れる。名前は何という意味となる。 下の画像は名詞ごとにうなずきが現れている。この時、核名詞は並列化されているとみなされる。つまり、赤と紫と黄色と緑となる。一方、下の画像は二つの名詞ごとにうなずきが現れている。この場合、二つの名詞はうなずきがないゆえに一連の複合語とみなされる。つまり、赤紫と黄緑となる。二つの複合語の並列である。 下の画像の場合、名詞ごとにうなずきがあり、二つの名詞の並列とみなされる。そこで、私と父となる。下の画像の場合、二つの名詞はうなずきがないゆえに一連の表現とみなされる。そこで、私の父となる。手話口継とは、手話と共に表出される独特の口の形。文法的マーカーとなる。以下はその例。一、手話口形。 ポーの例、うまく見えたから、見ると同時に手話口形、ポ、が現れる。この口形には、うまくという意味があり、よって、うまく見えた。となる。二、手話口形、パスカルの例、見た。から、見ると同時に手話口形、パ、が現れる。この口形には強調の意味があり、文脈によって、見た。突然、見えた。となる。三、手話口形、 パスカルの例、たくさん見、得たから、見ると同時に手話口形、パスカルが現れる。この口形には、連続してという意味があり、よって、たくさん見えた、となる。この時には口形と共に、手話も連続する傾向がある。4. 手話口形、U の例、見るから、見ると同時に手話口形、U が現れる。この口形には現在形のマーカーの働きがあり。 よって、見るという現在形となる。この口形は、音声日本語からの影響と見られている。5. 手話口形、ta、他の例、見たから見ると同時に手話口形、ta、だが現れる。この口形には過去形のマーカーの働きがあり、よって、見たという過去形となる。この口形は、音声日本語からの影響と見られている。6. 手話口形、ナノメートル、NM の例、問題なく見るから、見ると同時に手話口形、ナノメートル、NM が現れる。この口形には、何ら問題なくするという意味があり、よって、問題なく、見えた、簡単に見えたという意味となる。この手話口形、NM は、ムと発音されるというより、単に、NM といった、口の形になるという意味である。 日本語対応の手話の場合はこれら手話口形が用いられず多くの場合日本語を発音しながら手話が表示されるこのような表現方法は実際には日本語であり日本手話とは異なるものであると認識されている手話の動詞の中で方向性のある動きを持つものが有方向詞と呼ばれるこの方向によって誰が誰をのような単語間の関係や 脳動体、受動体などを表現するトレール。また体の全面の空間に単語を配列することによって単語間の関係を示す表現方法を空間定義と呼ぶ。古典的には空間配列とも呼ばれる。U 方向詞、U 方向詞の例、見ると見られる広く、一般的には上のように言われているものの、この受動体説には異論もある。下の画像と、 その説明の通り、渡すと、受け取るつまりこれと同様に上の画像、見るの方向の違いは、能動体、受動体にはならず、私があなたを見る、あなたが私を見るという意味上の違いとなるだけだという、わけである。有方向使と受動体に関する補足、言語学上の受動体の意義としては、次のようなものが考えられている。そこで、日本手話においても、 レファレンシャルシフト、ロールシフト、指差し、話題化のうなずきなどを用いればこれらの項目を満たすことができると考えられるが、現段階では、手話者の相違の一致を見ていないゆえに状況を記述するのみとする。相とは、言語学、文法学上の用語で、動詞の文法カテゴリーの一つであり、動詞が表す、出来事の完成度の違いを記述する文法形式のことを言う。 アスペクト、アスペクトとも言う。出来事を完結したまとまりのあるものと捉えるか、未完結の広がりのあるものと捉えるかによる互形交代などを言い、また出来事が瞬間的なのか、継続的か、断続的か、反復するのか、やがて終わるのかといった全過程のどの局面にあるのかに着目して区別を行うことをも言う。日本手話において、アスペクト、 そうの問題は研究途上にある。知られているところでは次のようなものが挙げられる。なお、鍵括弧部分が日本語を分け。同様に、見るの動作を、ゆっくり継続すると、ずっと見るという継続章となり、ループ上に繰り返すと、いつも見るという習慣章となる。しかし、卒業する、結婚するといった瞬間同士とみなされるものについては、通常アスペクト変化の振る舞いを見ない。 手話単語には、指す対象となる人の性、数による変化が見られる。男性単数、女性単数、中性単数、男性複数、女性複数、混性、中性、形複数などが存在する。通訳者のように、日本語では性による形態の違いがないものの中にも、性の違いを表現するものがある。下がその画像。これらは、下のように用いられる。 脈を測る世話をする。女性単数イコール看護不脈を測る世話をする。男性単数イコール看護師脈を測る世話をする。中性単数イコール看護、する人は用いられない。脈を測る世話をする中性複数イコール、看護師ただし、現在ではこれらを、看護師、スチュワーデスを、客室乗務員と呼ぶ、音声日本語からの影響で、男性、女性を明示しない表現も取られている。 下は、看護師。性については無表。脈を測る世話をするプラス C イコール看護師性については無表。通訳者の場合画像、通訳女性単数画像、通訳男性単数画像、通訳中性複数英語の漫画、一般的な人、人間を意味する場合があるように、日本手話においても、男の手話が人、ある行為の対象として用いられる場合がある。 以下がその例。画像、通う、助ける、通うは女性や中性で表現する場合もあるが、一般的には男性単数の形で表現する。主は通訳者、聴者などがこれに違和感を覚え、文脈における文法性の一致を意識し女性の形で表現するとがあるが、当の老コミュニティでは妹は女子校に通うという時でも男性単数の形が 違和感なく用いられる。画像、女子校に通う画像、男子校に通う言語学における精査とは同じ言語に属しながら、男性話者と女性話者の表現が客観的に見て明らかな相違を示すことを言う。例えば、朗読の際、朗読者が男性であれ、女性であれ、女性の発言聴衆からは女性的と受け止められ、男性の発言の部分を朗読すると、 男性の発言だと認められることを言う。日本手話においても正査が認められる。しかし、近代になって、音声語の世界がそうであるように、中性化する傾向も見られる。手話辞典などでは、男性の用いている表現が、標準的とみなされて掲載されており、いわゆる、女性語排除される傾向がある。老人女性の際が、手話を使う人にこの形態、女性語の手話を見出すことができる。 この女性語の手話表現は大変優雅で美しく洗練されている感じに見え、世代を超えて魅力的だと評価されていた。また、手話落語では複数の人物表現の要求から女性的なあるいは男性的な手話が必要とされ、今後の研究の資料となる可能性を持つ。下の画像は遠慮するの女性語と辞書型。下の画像は 美味しいという意味の三つの手は、それぞれ男性、女性のサイナーは選んで用いている。言語学におけるスーとは語を語形変化させる文法カテゴリーの一つである。名詞などでは、その語が指示する対象の数量的な相違を表している。例えば、英語で、キャットといえば一匹の猫、キャッツといえば何匹もの猫を指している。動詞や形容詞などでは、その死語や、 非就職語などの名詞が指す対象の数量的な相違を表す。例えば、ラテン語で、アマットは、彼、彼女は愛する、主語は、カズトであるが、アマントは、彼ら、彼女らは愛する、主語は二人以上である。指示対象の数量が一であるものを単数、それ以上であるものを複数と呼んでいる。また言語によっては、単数、複数以外に、二を表すのに、 特別な形式を持つものがあり、これを総数、あるいは量数と呼んでいる。総数は主に目、耳、腕、足など一体になっているものに用いる。総数を有する言語の代表例はアラビア語である。音声日本語では名詞の複数を表す、たち、ら、どもといった設備字がある。しかし、英語と異なり、猫たちといっても、猫を含めて、 他の動物が一緒に複数いることを表す場合もある。そのため、山田くんたちという表現が成立し、それは何人もの山田くんがいるのではなく、山田くんを代表とする幾人かの人々がいることを示している。つまり、これら設備時は文法上の数を表現するものではない。また、一般には無生物には用いられない。その他、人々、山々、 国々など名詞を反復する言い方もあるが、これも、特定の名詞にしか用いられず、机などとは言わない。このように、音声日本語には、文法上の数は存在しないとされる。日本手話においても、文法上の数は存在しないと見られている。しかし、音声日本語と同様、名詞の複数を示す、立ちという設備字があり、音声日本語とほぼ同じ、働きを示す。加えて、 動詞のものが複数という意味の、いろいろという設備時の使用も確認されている。これは、トンカチ、ノコギリ、いろいろとすると、道具、うどん、ラーメン、いろいろとすると、麺類となり、動詞のものが属する上位概念を表す際に、用いられている。画像、日本手話の設備時、たち、いろいろ、CL 構文において、単数形、全数型などの、 振る舞いを示すいくつかの表現が知られているが、文法上の数を規定すると言える程度のものかどうかは、同定されていない。以下はそのいくつかの例で、合う、同じ、一致という手話の解説である。下の画像は、CL 公文の際に見られる、合う、という手話の変化の様子を示したものである。合う一と一は、いわば、ニュートラルで、単数、複数形ともに用いられる。 例えば、彼と会う、という時も、みんなに会う、という時も用いられる。しかし、会う1と2、会う1と3、会う1と4は、引き,き手で示される数に正確に対応する、数のものと会うことが規定される。つまり、これらの表現は必ず、1人と2人が会う、1人と3人が会う、1人と4人が会うとなる。一方、会うとは、全数形で、 一人と五人が会うではなく、一人とグループ全体が会うと理解される。そのため、加わる、卒業、結婚式という手話はこの形が用いられている。つまり、グループに加わる、グループとして式を行う、という概念が反映されている。画像、日本手話の、会うの CL 公文中の変化。下の画像は、同じ、一致、作るという手話である。 この形は、フローズン公文、CL 公文ともに現れるニュートラルな形である。この表現だけでは説明される主語が単数なのか、複数なのかは、はっきりしない。ところが、下段のように地面に平行に、円の軌跡を描いて、同じ、一致、作ると示されるとき、必ず主語は、複数形あることが前提となる。つまり、この形を見れば対象が伏せられていても、たくさんの、 多くののことだと了解できるという意味である。画像、複数のものを示す術語、同じ、一致、作る。日本手話の英略である JSL は、アメリカ手話のアルファベット指文字で JSL と一字ずつ、表す。NHK の手話ニュースにおいて、かつて聴者キャスターが用いていた表現、日本語を織り交ぜる表現は、文法的に見て、日本手話とは異なるとされる。これは、 日本手話の文法要素である、手話口形、機種指導作等の消失による。最近では日本語のナレーションに合わせて、聴者キャスターが日本手話によって表現するという形になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。